完成しました。スパイシーで食欲のそそられる香りが広がっています。それでは早速いただきます。せっかくなので目玉焼きの黄身を割っていただきます。卵の黄身が絡まった目がね、とっても美味しそうです。それではね、いただきます。うん、美味しい。麻婆豆腐のスパイシーな辛みとちょっとした酸味、これがね、麺とよく合ってめちゃくちゃ美味しいです。またゴロッとした焼き肉が入っていて食べ応えもね、あります。今回はこの麻婆豆腐の素を使って簡単にね、麻婆焼きそばを作ったんだけども、とてもね、美味しかったです。今回はこの中辛を使いましたが、お好みによって甘口や辛口をね、使うのもいいと思います。キャンプやバーベキューで焼きそばを作る機会はね、たくさんあると思いますが、この麻婆焼きそばを作ったらきっとみんながとてもね、驚いてくれると思います。レシピはいつも通りその概要欄にまとめてありますので、ぜひね、作ってみんなに振る舞ってください。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルではキャンプ場だ家で簡単に作れる料理を紹介してます。ぜひチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。それではまた次回、バイバイ。